揚げ物たくさん食べてお腹がパンパンです。リハーサルでも本番でも春巻き食べてケーキも食べて、で帰りにエムドナルドも食べて気づいたら揚げ物ばっかり食べてしまいまして、お腹がパンパンでございます。あ、寒い寒い寒い。ひろしさん、奥行きさん、そうちゃん、やじうまさん、えりんちゃん、ライリンさん、ゆうちゃん、もとよこさん、ともゆきさん、たねさん、ゆうちゃん、だいぐさん、たけまつるさん、もぴらさん、MJさん、ありがとうございます。本日も来てくれた皆様ありがとうございました。ちょっと今日時間なんかバタついて、始まるようのツイートできなかったんですけど、配信見てくれた方もありがとうございました。寒い日はやっぱり揚げ物ですねって聞いたことない聞いたことないけど、そうですねってことにしておきましょうね。そう、手順めっちゃなんかねやること多くて、タケノコと人参に関してはもう先に切った状態で準備されていたぐらい。そうなので春巻きは中の具材とかも多い分やっぱ作るのがそう簡単ではないってことですね。中野さん、栃木のスーさん、緑さん、神谷さん、ありがとうございます。1周年だからなのか、ミッドナイトボックスがいつも以上に美味しかったです。関係あるかな、分からんけど、たまたまじゃない、だって今月のお品書きやけん、多分サラじゃない人たちもあれを食べとるってことやけんさ、そうきっとたまたまですかね。今日のが一番ピリ、思ったより辛かったって。そう、今日は青唐辛子やけんなんかピリリだったんですかね、多分きっときっとそうだと思います。でもなんかまあやっぱ物による、コチュジャンとか、コチュジャン、なんやろうな、やっぱ物によってはそんなに、明太子とかさそんな辛くしようがないけんさ、元の明太子が辛くない限り、ものによるっちゃものによりますね。餃子食べたくなったけどシュウマイで我慢したってシュウマイ、そうさ、シュウマイはねそんなに好きじゃないんだね。昔の
シューマイに対するイメージよりかは好きになったけど、そう、そんなに好きじゃないんですよ。全然嫌いじゃないけど、そんな好き好んで買って食べるかって言われたら食べない。今日のが今までで一番大変そうだった。どうやろう。でもなんかの時も結構いろんな工程あったけど、ね、結構何でも難しいものをこの1年でいけるって思ってもらっている説はあります。ありますね。クロワッサンの中のしば漬けがいい感じでした。あのね、ミッドナイトボックスのあのクロワッサンめっちゃ美味しいよね。なんかちょっと甘くて美味しい。サーモン2度か3度ほど来れなかった方の分をもらって帰りましたけど、そう、いたたたた、美味しい。揚げ物は家では作らないので真似できそうにないです。いやいやいや、だからこそ作るんですよ。作っちゃえ作っちゃえ、作ってしまえ。なんか今日もめっちゃ髪黒く見える。ねえ、しげしげさん、お父さん、赤エルサンタさん、クマありがとうございます。今回も素敵なチェキでしたチェキね、どんなの撮ったかな。青唐辛子と撮ったり、完成形と撮ったりかな。いけなかったごめんなさい、持って帰ってくれてありがとうって。今日もらってないよ、そういえば。今日はもらえてないです。今日のはもらってない。なんかそんなみんなが美味しかったとか言うなら今日のもらえたかったな今日のはもらってません。前回のレシピカードまだ届いてない。ああ確かに、まあ前回からね2週間しか取ってないけんね、それもあるか、関係あるかもね。言ってね、月が変わっただけで2週間しか経ってないので、次が1ヶ月以上空くけん、久々の感覚になりそう。今日も全部美味しかった。良かったですね。矢島さんありがとうございます。あ、ん？夏ライブ消さないと。どこだっけ、あ、ここか。夏ライブを消しておきます。
生誕祭に変えようかな。でも生誕祭に変えるの難しいな。バナーみたいなものが、バナー、これにしよう。これで、これにして、そう、生誕祭一般販売が始まっているので、言ってそれは前日まで買えるんかな、まあストーリーとかにも載せようかなって思っていますが、一旦このバナーを変える。うわ、間違っ、いや違うな、もうちょっと、このさバナーのさサイズは何サイズなんやろ。16対9でもない、7対何対なんなんやろこれ。5対3でもないし16対9でもないし、難しいな。まあいいや、これで入れてももういいか。ひろふみさん、たねさん、赤色さんとさん、めちゃかわいいギフトありがとうございます。なんか今日異様に目が乾燥する、ずっとめっちゃ乾燥するんやけど、何何とか言って、本当に何。この乾燥は何。バナーを変更したので皆さん更新してみてください。更新してみたら、変わったかな。変わってない。さあサラの方ではねちょっとまだ変わってないんやけど、そう、一本になりました。シティ48ってなるの初めて見た。だってこれサラが飛ばしとるんやもんこの画像もこっちかな、こっちかな、この画像も私が画像を選んでいるから、私が選んでいるので、プラス個人ファンクラブもつけようと思えば、このバナーの存在ってさみんな知っとるんかな基本的に。まあでもなんだろうと思ってさ大体飛ばすよね。なんだろうって思ったら押す、新手の詐欺。電波ある、いくら、マジか。そういうけんサイズをね、何対何だろうっていう明確なものがないから、竹まつるさん、ダーワさん、すけさん、もとよこさん、ありがとうございます。スマホだったらスクロール、あ、そうなん、してないって気づかん。左上の見えないとこ、あ、横画面、
縦画面、あ、そういうことか、縦画面やったら見えにくいってことか。でもみんな縦画面で見るんかな、横画面で見らんのかな。みんながどっちが派かは知りません。なんか白い文字見えにくいかも。それはもう STU の公式に文句言ってもらわないとSTU の公式のなんかホームページのやつを私はスクショしてるから、そこの画像を引っ張ってきてるから、もうそれは水色に白字を選んでいる、もう STU の公式の方に言っていただかないと。知らねえ。もう一回変更してみました。まあなんか何なんだろうこれぐらいの方が逆にさ、タップするかも、逆に捉えると。あー、目薬も買わないと。そう、 BLT はもう発売されてだいぶ経ったし、もうハガキの期間も終わったので買いました。バナーを変えてみました。そう、ファンクラブの方はちょっと青字、青、ちょっと濃い青に白字です。中野さん、ありがとうございます。だっけ、昨日はリハーサルがあって、というかまあレッスンというかがあって、めっちゃ巻いたんよ。めっちゃ巻いて終わって、早く終わって、何食べようかなと思って、お寿司とお肉を買って帰って、でもなんかもう疲れとって肉焼く元気ないなと思って、お肉ももう焼かれたやつそう、焼かれたお惣菜みたいなお肉買って帰って、で眠いなって思いながら、もうテレビ見ながら YouTube 見ながら食べて、ちょっとこれは一旦眠すぎるし、ちょっと一旦寝てから、まあ、配信とかも一旦寝てから配信しようと思って、 YouTube 見ながらなんか携帯触りながらゴロゴロして、気づいた時にはもう0時過ぎていて、で気づいた時には、そう、気づいた時にはなんか YouTube ずっとなんか流れとって、でしかもさ、そんななんかテレビとかをつけたまま寝ること本当に普段なくて、でその多分流れとる YouTube とかのもう勝手に流れとるよ、どんどんいろんな自分が見てない YouTube がね、どんどんもう自動再生されとって、それがずっと多分耳に入って、なんかさ、その YouTube の内容の声の内容とかでなんか覚えて、もう覚えてないけど、夢もなんかそれに操られてそう、気づいたらそんなことになって、まあでもそうしたくてもできない時はあるからさ、なんかどうしてもお風呂入ってからじゃないとと思ってお風呂入って寝たら、なんかお風呂入ったら逆に目覚めてしまったパターンみたいな時もあるしさ、今日は、まあ、
寝れてよかったですけど、寝れなんか寝すぎた次の日ってさ、逆にさなんていう体がだるくなるけんさとかって思ったけど、そうなんかずっと頭も痛かったけど、もうピリリの頃には忘れてました。あるある、これあるあるなん、うん、ほんとびっくりするぐらいよく寝れましたよ。23時過ぎ待ってた、ごめんなさいね。そう寝ちゃってましてね。別にさ私は毎日配信をしているわけじゃないから、配信お休みしますっていうのあんま好きじゃなくて、なんか毎日やることが当たり前みたいな感じになるやん、お休みしますって言うと。やらない日がやる前提みたいになるけん、まあ昨日はねそんなことを言うこともないぐらい寝てたんですけどね。ピリリに影響なくてよかったですね。いやもうどんなに体がだるかろうと、ちょっと頭痛かろうと、やっぱね遠征民のことを考えると、というかもう普通に何かも今日とかさ、特にサラじゃん、サラがいないと成り立たないこともあるな、さすがにね。そんなことを考えたらそう簡単には休めませんそう。土曜日は生誕祭、もう土曜日は本当にね特に大事ですから、皆様も体調を整えていただいて、発声練習をしてきていただいて発声練習をしてきてください。ちゃんとしっかりと声を出せるように。たこ焼き食べて帰ります、そうしてください。揚げ物パーティーになりますね、私と一緒です。お疲れ様って、そう大阪はねいつも行って帰ってって感じやけん、全然大阪のことはまだ知れていない。そう次の日に東京で仕事とかやったらまあワンちゃん泊まれるとか、あとはピリリと千代さんとの2人での夏ライブが被ったりした時は泊まれるかなぐらいでね、基本とも大阪だと終電帰れるし泊まることないんでね。そう大阪のことはあまり知れずって感じです。ペンライト用の電池買って帰りましたって、おーさすが。そうですね、白は消費しやすい色ですのでね、消えかけちゃうんですぐに。そうだすーさん、バオバブさん、スマイルさん、竹松鶴さん、ケンさん、キャンディー、ありがとうございます。
やはりしろしろで埋めていきたい。そりゃね、生誕祭はまあそうやそうですけど、まあ、来てくれる人が多い方がありがたいですけど、そりゃまあ前の方は特にしろしろにしていただきたいですよね。そう、もう全く顔を見たことない、もう全く見たことない人なんだなって人はまあその推しメンの色でも仕方ないですけど、あなたちょっと私のこと好きでしょみたいな人はまあ生誕祭ぐらい白にしてくれても推しメンは怒らないんじゃないかなって、一押しのメンバーは怒らないんじゃないかなと思いますよね。ふむふむ。というかまあ私はね、基本白白のペンライトしか見えてないので、自分の色じゃないペンライトにそんなレスすることは基本ないですね。基本的に基本的にないですね。なんかあんま視界に入ってこんのよね、白白以外。白白しか視界に入ってこない。やっぱ自分の色しか目に入らない。そりゃそう、好きな色だし。ちょっと私の中では部屋が散らかっている。私の中では、まあ、全然人は入れれるけど、ちょっと私の中ではちょっと部屋が散らかっているなって感じ。まあでも大体ね、遠征系のがあった時はその荷物をね片付けないといけないから、ちょっと散らかっちゃいますよね。自分の中ではね、自分の中では。でもまあいつ何があってもいいようにしないとさ、だって例えばじゃあ今私が体調不良というか、まあ、バタンってなりました。でまあ救急車なりマネージャーさんなりが助けに来てくれました。そんなどちらかってては、もう元気になったその後が怖い。元気になったその後が怖いのでね、もうそんなの。基本的に急にメンバーが帰り道家行きたいとか言ってもいいですよって言えるようにねしています。まあいいですよって言えるようにしとかないと。いやそれ男の人とかはね特に別にまあ多少あれでもいいかもしれないけど、もしものことがあったときにそんなになっていたら嫌なので、そう結局はね自分のあれなんですけどね、自分がそうしたいからそうしているって感じなんでね、そう偉いとかではないんですよ別に。
も自分の中ではそれが基準だからそれぐらいにしておきたいっていうのがあるんですよ。その時は散らかってるとか気にしないでしょって。いや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 、気にするよ。サラはもう気にして救急車呼べんかもしれない、片付けるまで。本当そんなことになったらいけないの。そんなことなかなかないですけど、まあね、それぐらいね思っておきたいじゃないですか。あ、そうだそうだ、買ったものが届いた。最近買ったものたちがね続々と発送通知が来ているんだ。何買ったっけ。今度のお話し会で買うやつとかを買った。そう、でもこの前福岡帰った時も春物をね、春物とか、まあ、今すぐ着れるものでもと思って服見に行ったんやけど、まあ、全然これいいなと思うものがなくて、そう、あんまりときめけず買えんかった。ときめくことはできなかった。新しいコスプレ、いやコスプレ買わないから、もうコスプレ買わないからって決めてるか。それは買わない。え、何これ。あー、思い出した、これだ。そうだ、なんかアクセサリーを収納するやつが欲しくて、今ハサミない、ハサミが近くにないけん。そう、でも部屋散らかしてないとね、こういう時不便なんよ。と手の届くところにさ、なんかあったみたいなことがなかなかないけど、こんな頑丈に箱に入れられるようなもの買ったっけと思ったけどさ、そうや、福岡はいい服多かよって。よくさ、毎回そんなサラが言うこと言うことにダジャレをダジャレに変換できるよね。これをね、ここに、そう、これを買ったんよ。ここで、例え、今日は耳ついてない、アクセサリーを、なんか今までアクセサリーをあんまり綺麗にじゃないけど、なんかいい感じにね、痛い痛い痛い、ちょっと太ももいい感じに入れれてなくて、痛い、そう、いい感じに入れるようにね買ったんですよ。なんか笑ってる。なんかこうやってまとめてね、なんかこういう感じで入れよったけど、こういう風に入れたら探すのが大変だよ、2個。だからこれを買ってしまえば、おー、いいじゃん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 、こうやってもの、同じ種類のものを並べて2個ずつ入れておけるっていうわけです。あ、とてもいい。こういう収納をね、買おうと思って
ずっと買ってなかったけん、やっと買ったって感じ。もういいではないですか。見える？見えない。あ、でもなんかちょっといい感じに見えるの悔しい。いい、嫌な音。こうやって種類別で分けて入れていける。いや、嫌な音する。これの難点を見つけてしまった。めっちゃ嫌な音がするわ。慎重に行けば大丈夫かもしれない。あ、いいじゃんいいじゃん。こうやってなったらこれが何なのかが、何のどれなのかが、もう自分でもね、どういうアクセサリーを持っとってどういうのをもう持ってないのかがだんだん把握できんくなってきよって、これでだいぶパッと見てわかる。やっぱ自分が選ぶものって偏るけんさ、持っとるかな持ってないかなみたいなとかと思うよ。でもイヤリングとかは基本何個持っとってもまあ困ることはないし、服を買うのはもう衣装だと思って私は買っているので、基本的に別にちょっと可愛いなって思ったら買っちゃうんですけど、イヤリングの嫌なところは気づいたら落ちてなくなっていること。落としてしまうのね、気づいたら。あ、ほら片っぽないやつなんかちょこちょこあるもん。これはきっとなくしたんじゃなくて多分もう落としとる。この家の中にはなさそう。素敵。お気に、お気にのハートがない。お気にのハートが片方ない。もしかしてなくした説。今一旦入れてみた。全然見えんね。片方しかない。でも片方しかないけど、でも私はこういう髪の毛をする時以外は、髪の毛を自分で下ろしとる日は左はかけないから、右しかかけないから、そういう時はどうせ右しか見えんけんっていう理由で片方しかつけんくてもいける。なんか引っかか、ほらこうやってね絡まったりすることがこれから先。さ、こんなん持っとったっけ。あれ、こんなん持っとった。これから先なくなる。快適になる。こう見たら
シルバーよりさ、ゴールドよりシルバーの方が似合うって自分では思っとるんだけど、でもやっぱアクセサリーは持っとるものはゴールドの方がやっぱ多いな。なんか可愛いのとか売っとるのがね、ゴールドが多いよね、シルバーより、うん、ほらチャラリラリラーラー、これは上から見ないと可愛くないですね。まあ、見えたとてみんなにこの可愛いの意味が分かるか分からんけど、ゴールドが多いな。こんなにあったらめっちゃ買ってしまいそう。これからまだまだ入るしって思ってさ入ると思って買ってしまいそうになりそうだな。まだまだこのケースに入るうちは買っていい。いや気づいたら止まっていた充電が。なんか充電減るの早いな。ケースに入る分は買ってもいいっていう気持ちになりそうっていう話をしていました。よいしょ。うわ、閉まらん。うわ、嫌な音。だってさ、これ3段もあるけんさ、3段分さ、3段分入れれてしまうと思ったらさ、まだ1段分ぐらい。でも1段が24種類入るけんって考えたら、あんまり買いすぎたら、これをパンパンにするってなったら相当な量になってしまう。いいね、いいね。こうやって今まだ2段目までしか到達してないけど、どんどん変える気持ちになってしまう。これ買ったっけ。なんか思ったより水色じゃないぞ。なんか思ったより水色じゃない。なんかネットで見たより、そうか、そうだよね。ケースがない。これは全部イヤリングのサイズやけん、この一番下だけちょっと大きいとかやったらね、髪飾りも入れれたんやけど。でもこう見たら水色か。ここにつけるやつ、これリボンとかを入れるケースも欲しいな、はい、いろんなものが、なにこれ、ああ、いろんなものが欲しくなる。え、なんか色が思ったのと違う。やっぱさ、ネットで買うとさ、え、てた色と違うやんけってなるのはまああるあるですよね。それはちょっと承知の上で買わないとですよね。でもお話し会で、お話し会用に買ったものはまあ思っていた通りだと、うん、思っていた通りなので、よし、吉田です。よしみ、よしえです。私はこういう真顔で、変真顔で急にそういうこと言うか。
あ、これもよしこです。服はちょっとあの着るまで見せない、初見感がなくなっちゃうからね。お乳なのにお乳感なくなっちゃうのは嫌だからね。かゆい、目が乾燥する、早くコンタクト外したい。ミンミンさん、ケンスさん、ナラブさん、めちゃかわいいギフト、タラオさん、ナラブさん、キャンディー、ペンギン、クマ、たくさんありがとうございます。サビ取るみたいな色しとる、これはどうやって使うのかね。はにゃ、あ、こうか。なんかスカートのサイズとかが、大きいことが多くて、可愛いのにちょっとサイズがでかくて履けないみたいなことが嫌なので、なんかスカートのサイズ調整にもなるやつを買った。これはちょっと夏装だからこの中に入れておこう。で、入れたことを忘れそう。そうね、リボンとかを収納するやつ欲しいな。確かに髪飾り収納、でも変に収納ボックス買うとね、その収納ボックスを置く場所が必要になってしまうからさ、それはそれでね。大変なのですよ。あ、やっぱそうだよね、これ1個、そうだよね、私こんな1個買うかなと、2個入りやった。そうだよね。でもさ、お話し会のためにこの服買おうかなとか思うけど、次のお話し会がさ、もう今予定されとるのは3月で終わりやしさ、それは買ったけど、それ以降がいつか分からんけんさ、なかなか買う気にならん。なんかプライベートで着るにはちょっと衣装っぽすぎるなみたいなやつとか、お話し会があるんだったら買おうかなって思うようなやつもいつあるか分からんけん買ってない。はい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 、フォローミー。そう、着る機会なかったらさ、それでなんか広島の街を歩いても変に目立ちそうっていうようなやつとかね。あるからさ、いいじゃんいいじゃん。あとはコスメとかが届く予定のものがある。見えるか、はっぶんない、あっぶんな、まあいい感じに入りましたよと。あぶねー、あぶねー、冷や汗出るとこでした。
出るとこでした。出てはない、はあ、冷や汗で出ちゃうとこでした。焦った焦った、危機一髪。もうこう見たら髪飾りめっちゃ減った。あとは髪飾りオンリーです。錆びたんよね。これって多分錆びとるよね。うわ、配信じゃ見えにくいな。なんか色あせとるかも。半端じゃない。錆びの匂いがする。錆びの匂いがする。ちゃんちゃんちゃん。開いた顔はオークションに行って、いやいやいや、これ開いてないから。これは違うピンとかの髪飾りを入れるようにしましたから。今日つけとったリボンはこれ、紫ピンク紫なんかプラサキってやば、紫ピンクにしました。パープルっていうことしたらプラサキ、プってどっから来た、あ、パープルのプだ。こういうリボンはね、いくらあっても困りませんから。こんなことはしないですけど、今日はこれ、やっぱあんまり見えなくても意識を立てる。これはパールでもね、可愛いのにね、後ろやけあんまり写真撮ることもないよね。撮ってもなんかあんま写りにくいよね。それがちょっと悔しいポイント。でもリボンある方が可愛いのでつけます。そう、振り向いた時とかに映る可愛さは大事じゃないですか。大事にしていきたいと思っています。今日は、あ、もうこんな時間、早いですね。マモルンさん、ヤジウマさん、ナラブさん、心の困りごと相談室さん、ありがとうございます。
あ、お腹鳴った。やっぱ さ食べ過ぎた日の方がお腹鳴るんよね。これはお腹空いとるお腹をオンじゃないってことだよね多分。なんか食べてない時は自分で鳴らせるんよ、あのあ鳴っちゃったじゃなくて鳴らせるんやけど、お腹がいっぱいの時こそグッ、なんかグッっていうお家にまだ着きませんって。そうですよね、土平日からピリリ来てくれた皆様ありがとうございました。胃が動く音、そう。でも普段お腹空いとる時はもうめっちゃ鳴らせる、自分で鳴らせる。まあこれはね、イカ水、イカ水の人がなんか鳴るよね。そうさ、小学生の頃から鳴る、小学生の頃から鳴って鳴らして周りに気持ち悪いって言われよったでもこれはみんな鳴るものだと思っとったけど、イカ水だから鳴るみたいで、ぐーっと。そう、最初はねみんな鳴るものだと思っていたので、私は。お腹空きすぎてセブン中本買ってしまいました。我慢しましょう、我慢しましょう。ちょっと私はね、みんなにみんなの健康アドバイザーになろうかな自分そんな健康人間系じゃないのに、みんなに最近健康じゃないエピソード、健康じゃないエピソードというかなんか話を聞くので、元気じゃないとオタクもできないので、ちょっとみんなの健康アドバイザーとして健康アドバイザーになろうかなとか言って、もうカフェに、多分カフェに行かせるのもやめないとやめさせないと真似しないでって言わないと、逆に。そう、みんなを我慢させる。だってサラも多分夜中に食べちゃおっかなって思って、おしめんが食べない方がいいよって言われたら、はいやめますってなるかもしれないから、みんなのことも止めてあげないと。そんなことでみんなが言うことを聞くかは知らないけど言うことを聞くかは知れませんけど、止めないと。健康アドバイザー、野菜を食べて早く寝る。配信も遅い時間にやめようか、朝みんなを寝させるために早めにやって朝配信して。ナポさんありがとうございます。それでも配信はなんかそれこそいろんな人にいろんな事情といろんなお仕事の種類があって、いろんな事情があって、みんながみんな夜の時間が見やすいわけではないと思って、なんでもない夕方にしてみたりとかをね、まあしたりしてるんですけど、できるときはね。キャー、おくり、嗅覚診断のやつで
香りのやつは出したんでねあとは何を出したらいいかなとか言って、業務連絡が来ていた。寝れる時に寝てください。あと3日頑張ればセーター、そう考えたらやばいね、早いね。水木金、確かにそう考えると早すぎですね。それはそれは、サルピリのインスタはいい感じのお腹空かせてくれた。そう、なんか揚げとる動画をね、なんか揚げ物の動画撮りたくなって、撮った。前回も、前回の時も撮ったけど、なんかいい音じゃない？めっちゃいい音と思って、癒し効果ありそうお腹も減るけど癒し効果もありそうですね。お腹が空いたら私のハイライト見てください。料理ハイライト見てみてください。揚げ物食べたくなるでしょ。私はもう今日お腹いっぱいだから、揚げ物揚げ物で、揚げ物ばっか食べて、今日は揚げ物パーティー。揚げ物ってさ、ちょっと食べたらもう当分いいやってなる。あ、ほらお腹が鳴ったこれはお腹いっぱいの方のお腹が鳴りなので、私の場合そんな話をしていたらお腹が鳴るというね。パリパリ美味しい春巻きで幸せでした。よかったです。いや、そうよ、もう6人にあげてよかったよ。私の分減らしてよかったよ。もうだって私はリハも本番も食べてもうお腹がもういっぱいだったもん。そう、最近なんかフルーツサンドも食べたくなる。コンビニでさ、パンとか基本選ばんのにさ、食べたくなった。食べたくなるなる。ベーグルも食べたい。ベーグルも食べたいし、ててて、これ怖っ、いつか落としそう。ふー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 、もうそろそろランキング読むお時間ですかね。それではですね、ランキングをお読みしたいと思います。それ以上言わないで。何が？日付が変わるのでランキングを読みたいと思います。48位のりさん、24位そうちゃん、あと 5% になってしまった。
仕切り直しまして、どっから読めてなかったかな。24位そうちゃん、13位奥行きさん、12位タネさん、11位 MJ さん、10位ともゆきさん、9位ピレスさん、8位やじうまさん、7位ゆうちゃん、6位竹まつるさん、5位バババさん、4位もとよこさん、3位けんさん、2位赤ヘルサンタさん、1位ナラブさん、ありがとうございました。それでは終わりにしたいと思います。土曜日の生誕祭の一般販売受付中ですので、やっぱこれそうかもって方とかはお待ちしてます。あとは今日のサラピリリご飯のレシピカードは明日の、19時までですので、まだの方はこの後すぐ行ってください。意外とね、24時間なんてすぐ経つので、よろしくお願いします。キャンパーさんありがとうございます。九州のノブさんありがとうございます。はい、そんな感じで終わりたいと思います。ショールームのホワイトデーキャンペーン20万ポイント達成済み、あら、ありがとうございます。そう、なんかいいコスメなんかそっち系がもらえるみたいで、ホワイトデーありがとうございます。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ、グッバイ。早く寝てください。健康おじさんになってくださいそれではバイバーイ。もう手振りません。バイバーイ。バイバイ。意外と長い。またなー。